最適最イ理論は生物の食物探索行動を予測する際に用いられる行動生態学における最適化モデルである。生物は食物を食べることによってエネルギーを得るが同時に食物の探索や捕獲にはエネルギーや時間がかかる。生物は自身の適応度を最大化させるような最イ戦略を採用していると考えられる。すなわち、 より少ないコストでより多い利益を得る採示戦略を採用していると考えられる。OFT はこのような生物の適応的な行動を説明するモデルである。OFT は最適化モデルを生態学に適用したものである。この理論においては最も有利な採示パターンを選択した個体が自然選択によって淘汰されると仮定する。OFT を用いて 最時行動を説明する際には、生物は通貨と呼ばれる変数を最適化していると仮定する。具体的には、単位時間あたりに得られるエネルギー量などを最大化している。加えて、制約条件も考慮する必要がある。制約条件は、生物が通貨を最大化するのを妨げる主事の要因と定義される。最適決定ルールは、 生物の最適な採事戦略のことであり、環境中の制約の中で通過を最大化させるような意思決定のことを言う。最適決定ルールを特定することは OFT の主要な目的である。最適採事理論の古典的なバージョンの一つに最適餌選択モデルがある。このモデルでは、捕食者は様々な餌生物に遭遇し、それを食べるか、 食べずにより質の高い餌生物を探索するかを決定する。このモデルによれば、より質の高い餌が豊富に存在する場合、捕食者は質が低い餌を無視すると予測される。獲物の収益性はいくつかの生態学的な変数に依存している。E を捕食者が非食者一個体から得られるエネルギーの量とし、処理時間を捕食者が餌を見つけてから食べるまでに、 捕食者が餌を処理するのにかかる時間とすると、餌の質は EH として定義される。さらに、探索時間は、捕食者が獲物を見つけるのにかかる時間であり、餌生物の豊富さ及び見つけやすさに依存する。このモデルでは、通貨は単位時間あたりのエネルギー摂取量であり、制約には EH 及び S の実際の値が該当する。また、餌生物には、 連続的に遭遇すると仮定されている。最適餌選択モデルを用いると、捕食者が大きな餌と小さな餌の2つの餌タイプをどのように選択するかを予測することができる。全体的なエネルギー獲得率を最大化するために、捕食者は2種類の餌の質を考慮する必要がある。餌位置が餌によりも質が高いと想定される場合、E1、H1E2、 h2 と表される。捕食者が餌位に遭遇した場合、質の高い餌を逃すわけにはいかないため、捕食者は餌位を常に食べる。この場合、捕食者はわざわざ餌2を探しに行くことはないだろう。一方で、捕食者が餌2に遭遇した場合を考えてみると、餌位を発見するのにかかる時間が長すぎるなど、コストが高い状況では、餌位を探すことを拒否するだろう。 したがって、生物は E2H2E1 の場合に飲み、餌2を食べる。ここで S1 は餌1の探索時間である。餌1に遭遇した場合に、餌1を食べるという選択は常に良い選択であるため、この場合餌1を食べるかどうかは餌2の豊富さには依存しない。一方で、S1 の長さは餌1の密度に依存しているため、餌2を食べるための選択は餌1の豊富さに。 依存している。ありがとうございます。